どうも、ランスの勧誘です。ご視聴ありがとうございます。いつの動画か忘れましたけど、頂上対決でランクインできそうだということで、まあ、また結果の方ご報告いたしますみたいなことをね、喋らせていただいたんですけど、その結果発表ですね。今回、なんとですね、私、ランクインすることがね、できたんですよ。ありがとうございます。159位ということですね。はい、ここに名前が出てます。どうもありがとうございました。でね、まあ、こう、名前をね、パーッと見てたんですけどね、結構日本の方もね、たくさんいらしてて、僕より上にもね、結構日本の方、こう、名前を連ねててね、結構日本の人強いんだなとか言って思ってたんですけどね。で、まあ、僕なんか言うたら、総派戦にね、出たこともない人間でもね、こうやってランクインできるということでね、個人の、まあ強さ、云々よりはやっぱりフレンドに恵まれているランキングなのかな、みたいなこともね、思ったりするんですけどもね。もちろん、マッチングの運はあると思うんですけども、まあ24回戦いますんでね、だいぶ平たくなるんじゃないかなと思います。で、21勝ということで、3回負けたんかな。で、今週というか、一番最終のね、週で1回負けてた状態なんで、最終週に2回負けたんですよね。で、初戦でいきなり負けたんで、あ、これ無理やなと思ったんですけども、なんとそこから、まあ、さらに1回負けてね、ランクインは到底無理だと思っていて、実は今日までね、確認すらしてなかったんですけど、見たら、あれ入っとるわと思って、これはまあ、ありがたい話だなと思いましたけどね。で、ハッターが41枚ということで、これ24で割ったら、まあ、平均2枚ないような感じなんですけどね。まあ、それでも、こう、ランクインできるということですね。で、破壊率も 1651% ということで、これを24で割ったらちょっと暗算できんな、いうことですけど、まあ、周りと見ても、まあ、低めだということですね。これは、やっぱり2枚狙いしてるのが、大きいんじゃないかなと思いますけどもね。いや、良かったです。ありがとうございます。それでまあ、なんや、ここのね、この、称号もね、早速変えさせていただきました。もう、フレンドにね、いただいた称号なんでね、期限が切れるまでしっかり使わせていただこうかなと思っております。はい。それでね、走破戦もね、終わったんですよね。で、一応、まあ、ここで、この、中国の人ですかね、レベル154の、方が、まあ、優勝したというわけなんですけどもね、日本の方もここでね、残ってるんですよね。しかも、他の子3人に比べてレベルがね、30ぐらい違うわけなんですけど、まあ30は言い過ぎか、20ちょいですね。まあ違うわけですけども、まあ、ここまで勝ち上がれるということで、相当攻めが上手い方なんだろうなということですね。先行でね、撮ってるリプで、まあ、紹介もさせていただいたんですけども、このチョビさんという方ですね。やっぱり、レベル低くてもね、攻めが上手くて、こうやって勝ち上がってる人っていうのはかっこいいですよね。まあ、攻めはね、レベルは関係ないんですけども、やっぱり、長いことやってるっていうことになりますからね、やっぱりレベルが高かったらね。なんでまあ、僕より、多分、後から始めた人なんでしょうけどもね、それでもこうやって世界の、まあ、ランクに入れるということですね。まあ、またここ目指してね、頑張っていけたらなと思います。で、今日動画作るつもりなかったんですけど、まあ、ランクインしてたっていうのもあって、まあ、結果発表させていただかないかなと思って、まあ、こう撮り始めたんですけども、ネタがないなと思ってね、こう、何か、ちょっと手軽にできるネタはないものかなと、ちょっと考えてて、そこで、まあ思いついたのがですね、この頂上対決の、まあ強い地域は一体どこなのかということですね。この殿堂で、ランクインしてる、もう地域ありますよね。香港、マレーシア、MI マレーシアかな。マレーシア、香港と今、まあ1位から4位までこう乗ってますけどね。この中で、まあ、地域11あるんですけども、この11地域で、まあ、一番頂上対決が強い地域はどこなのかって、まあ、ちょっと気になるなと思って、
まあそれをちょっと勘定させていただいたんですよね。それの発表を今回させていただこうかなと思います。でちなみに、まあ、200位すべて数えさせていただいたんですけども、一人も、まあ、ランクインしてなかった地域が3地域あるんですよね。その地域はどこかと言いますと、アメリカと US ですね、タイ TH、 あとインドネシアですね ID になってるんですけど、この3地域は、まあ、ランクインしてなかったということなんですよね。で、シンガポールとマレーシアがね、確か走破線で、同じ地域に入れられてたと思うんですよね。はい、こんな感じでね。ということは、多分シンガポールとマレーシアは、この天部人口が少ないから一緒くたにされてるんじゃないかなということなんですけども、まあその少ないね、シンガポールとマレーシアの方は、一応ランクインしてる人がいるということですね。で、皆さん、どこが強いと思いますかね。僕の、最初の予想ですね。最初の予想はですね、まあ1位は中国やろうなと。で、2位に、まあ香港か韓国が来て、その後にまあ日本ぐらいかなというようなね、感じで最初思いながら数えてたんですけども、さあ、結果はどうなったでしょうかね。で、なんや、8位か。3区域はランクインしてないのでね、8位の地域はどこかと言いますと、シンガポールになるんですよね。これで2人ランクインしてました。SG というやつですね。これがシンガポールです。で、第7位はですね、3人入っとって、ベトナムですね。VN というやつですね。が、まあ、3人入っておりました。次、第6位がですね、6人入っておりまして、マレーシアですね。MY。これが6人入っておりました。で、5位が、どこかと言いますと、8人入ってて、台湾になってるんですよね。これ結構なんか少ないなといったような感じがします。これで残りは日本、中国、香港、韓国になってるんですけど、このゲームって確か香港発ですよね。なんでまあ、リリースされたのは香港が一番早いということになってると思うんですけども、さあその香港が何位に入ってるかということですね。で、そしたら第4位ですね。第4位、こっから跳ね上がります数字がね。5位の台湾が8人入ってたのに対して、第4位はですね、42人入ってましたね。もう5倍以上ですね。まあ、なんでここら辺で、まあ、三国天部に対する、まあ、テンションの違いが出てきてるのかなと思いますけども、第4位がですね、韓国ですね。これはちょっと意外でしたけどね、日本より多いんじゃないかなと思ってたんですけども、韓国が42人ランクインしておりました。で、第3位が43人ということで、1人しか変わらんのですよね。ここで出てくるのが、香港です。まあ、1人差なんでね、これシーズンが変わりゃ全然変わってくるランキングやと思うんですけども、まあ、4位と3位、まあ、1人差ということで、韓国、香港ですね。で、あとまあ、中国と日本が残ってるわけなんですけども、大健闘ですよね。まあ、ここまで日本が残ってるわけですから。で、ちなみに2位が44人ランクインで、1位が52人ランクインしてるということで、まあ、2位、3位、4位は1人差なんですけどね。1位だけ飛び抜けてるんですよね。52人ということでね。で、そしたら、どうしましょう。トップを紹介しましょうかね。で、トップはですね、なんとなんと、日本になるんですよね。JP52 人ランクインしてるということです。で、2位が中国で44人ということになっておりました。ものすごい意外でしたね。なんで頂上対決は日本は強いということなんですよね。まあ、あの総覇戦でもベスト4にね、1人残ってるぐらいですから、まあ、弱くは決してないと思うんですけども、なんで案外日本で盛り上がってるゲームなんですね、この三国天部ってね。あんまりこうよそでねやってる人を見かけないので、まあ僕は田舎に住んでるっていうこともあるんでしょうけども、まあここまで
検討するとは思ってませんでした。でまあ1位と2位がかなり差が開いているということなんでね、シーズンどのシーズンが来てもまあベスト3には入るぐらいの、まあ、実力者が揃っているということと思っていいんじゃないかなと思いますね。まあ、またこれ走破線とかのまあ言うたらにランク数えたりしたらまた結果は変わってくるかもしれないですけど、まあそこでも多分検討してるんじゃないかなと思いますけどね。まあしかもですね、全部数えたら201票あったんですよ。これはもう一回数え直すのはかったるいぞということで、日本の53を52に減らしてのランクとなっているので、実際は多少誤差がねあるかもしれませんけども、まあよかったら気が向いたら数えてみてください。まあ日本が1位ということは、まあ、絶対に揺るぎないですからね、2位3位4位がまあちょっと順位変わるかもなぐらいのことですけどもね。ということでまあかなり手抜きな動画になってしまいましたけど、まあちょっとした雑学にはなったんじゃないですかね。でちなみに、今週から始まる頂上対決のこの、ちょっとエッチなお姉さんですね、これは未挑戦ですね。まあこの絵は僕は結構好きなんですけどね。まあただ未挑戦持ってないっていうのと、この間の攻撃武将総選挙でね、誰一人使ってなかった武将ということになってますんで、またこれ取る人も少ないんじゃないかなと思いますけどね。キュービ容器ですか、このタイトルがね。はい、まあ未挑戦がね使えるんだったらね、ぜひ使いたい絵になってるんですけどね。まあ挑戦とだいぶ違いますけどね、なんか普通の挑戦に比べればちょっと悪者感が出てますけどもね。まあ、未挑戦使う方はぜひ取っていただけたらいいんじゃないでしょうかね。でまあ、一応今日が月曜日になってますんで、明後日からか始まるんかな。今度はですね、まあ200以内には入れたということで、今度はそうですね、100位以内ですねを目指して頑張ろうかなと思います。フレンドの皆さんのね、強さっていうのはね、他のまあ競合の方と比べてもね遜色ないと自分では思っておりますのでね、また組んでいただける方ね、ぜひ一緒に頑張っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしたら以上です。ありがとうございました。